アブドラヒーム・ハーリド・アブドル・ハー・フィズ・アル・キーブは、リビアの政治家、電気工学者。2011年より2012年まで、同国暫定首相を務めた。1950年、イギリス軍政下のトリポリタニアに生まれる。トリポリ大学工学部電気技術科を卒業後は、アメリカ合衆国に留学し、南カリフォルニア大学及び、ノースカロライナ州立大学に学ぶ。 1984年12月、ノースカロライナ州立大学より、工学博士号を贈られる。1985年、アラバマ大学より助教授として招聘され、電気工学の教鞭を取る。1996年には、教授に昇格。その後、母校のトリポリ大学、アメリカン大学、シャールジャコーなどでも、教鞭を取っていた。 アラブ首長国連邦の石油研究所関係の業務をしていたが、2011年に母国リビアの政治激変を受けてリビア国民、評議会に参加、ムアンマルアルカザーフィ政権崩壊後の10月31日にリビア暫定政権主犯に選出され、11月24日にキーブ暫定政権が正式に発足した。2012年9月12日に次期首相として、 ムスタファー・アブーシャーグルが議会で選出されたが、期限内の組閣に失敗したため解任され、かつアルイコール・キーブ政権は信任されたため、当分の間は首相として暫定政権を率いることとなった。その後、10月31日にアリー・ゼーダーンを主犯とする移行政権が議会より承認され、11月14日に正式に発足し、アルキーブは首相を退任した。 2020年4月21日に心臓発作のため70歳で死去。ありがとうございます。